やれやれ。 なんてこった。 戦ってこそ兵士だ。装置の点検は十分だ。 兄、いや、もうすっかり憲兵団だね。アルミ、どうしてストヘスクに？兄、エレンを逃がすことに協力してくれないか？このままじゃエレンは殺される。
ウォール C7 内の検問をくぐり抜けるにはどうしても憲兵団の力が必要なんだ。あんたさ、私がそんないい人に見えるの？いい人か。その言い方は、僕はあまり自分に都合のいい人を。兄がこの話に乗ってくれなかったら。いいよ、乗った。行こう。この地下道はそ。なんだ兄、さっさと地下道の中へ来いよ。まさか暗くて狭いとこ。いや、私は行かない。そっちは怖い。地上を行かないなら協力。何言ってんだてめえは。ふざけてんじゃねえ。まったく傷つくよ兄。なんでマルコの立体起動装置を持ってたの？捕まえた2体の巨人が殺されて調べられた。マルコと一緒に整備した僕には傷やへこみで分かった。さあね。でも1ヶ月前にそう思っていた。今だって信じられないよ兄。お前が間の悪いバカでクソつまんない冗談で適当。とにかくこっちに来い。この地下に入るだけで証明で。そっちには行けない。私は戦士になり損ねた。もういい。これ以上聞いてられない。もう一度ズタズタに削いでやる。女型の巨人。アルミ、私があんたのいい人でよかったね。ひとまずあんたは賭けに勝った。でも私が賭けたのはここからだから。巨人化される前に奴を捕まえる作戦は失敗したようだ。メガタの巨人を逃がすな。逃がせば調査兵団の、いや、人類の敗北だ。やっぱりメガタの巨人は兄だったんだ。壁外に逃げるつもりなのか。俺が巨人になって止めなきゃならねえのに。くっそ、いくらやっても巨人になれねえ。兄の巨人化で作戦は次の段階に移行してる。ハンジさんたちは予定通り準備してるはずだ。兄はエレンを捕まえようとするだろうけど、戦わずにハンジさんたちのところへ誘導しよう。
やっぱり女型の巨人は兄だったんだ。外中が、あいつ壁外に逃げるつもりなのか。俺は巨人になって止めなきゃならねえのに、いくらやっても巨人になれねえ。兄の巨人だね。作戦は次の段階に移行してる。ハンジ様たちは予定通り準備してます。まだ戦える。兄はエレンを捕まえようとするだろう。戦わずにハンジさんたちのところへ誘導しよう。兄とは直接は戦わせない。うまくハンジさんのところへ誘導するんだ。試してんのに、クソ、なんでだよ。目的をしっかりイメージしてないと巨人になれないんだっけ。まさか相手が兄だから迷いが残ってるんだ。何も捨てることができない人に何も変えることはできない。作戦はどうなった。エルヴィン団長から指示を受けてきた。ここからは俺も合流する。状況だが、なんとかするぞ。やがれ。
ここにか。エレン、女型の足を狙って動きを止めろ。そしたら俺が一発食らわせてやるから。エレン、まだ兄と戦うこと躊躇してるんじゃない。分かっているでしょ。女型の巨人か兄だってこと。じゃあ戦わなくちゃダメでしょ。なんでお前らは戦えるんだよ。仕方ないでしょ。世界は残酷なんだから。準備は万端だ。女型の足を狙って動きを止めるんだ。おい、エレン、お前まだ巨人になれないのかよ。さっきからやってる。でもできねえんだよ。お前ふざけんな。いつかお前に頼むって言ったはずだよな。まだ戦える。やってやる。Yeah!
いつかお前に頼むって言ったはずだよな。何も捨てることができない人には何も変えることはできない。そうだ、思い出せ。あいつが仲間を何人も殺したんだ。駆逐してやる。いや、殺す。仕方ないでしょ。世界は残酷なんだから。巨人は疲弊している。今までのように自由に交換できないはずだ。今度こそ決着をつける。兄、君の思うようにはさせない。壁を乗り越える気か。行かせない。兄、落ちて。ここまで
ってきて頑張りかよ。アリ出てこい。おい卑怯だぞ。よせ。無駄だ。ワイヤーでネットを作れ。これを縛って地下に運ぶ。作戦成功とは言えねえな。いや、我々調査兵団の首はつながった。おそらく首の皮一枚で。だといいがな。今度は我々が進撃する番だ。焦れば命を落とす。行くぞ。
してやる。やってやる。どうだ。やっ、討伐する追加。来やがれ。どうした鼓動に注意しろ。どうだ。だから助かったと言えるか。やってやる。だが私のために命を落とすことは許さない。無事でよかった。あんまり無茶しないでください。やった。あれは救援要請か。もらおう。使わせてもらおう。助かった。気を抜くのは早い。まだ巨人は残っている。
い違う。生きていけたとしても、それじゃまるで家畜じゃないか。
てやる。やった、駆逐してやる。もっと殺す。一瞬たりとも気を抜けないぞ。このデケエ怪獣がやってやる。見たか、これが俺の人類の力だ。使わせてもらおう。やがれ。思い知れ。どうも出世か。人類の反撃はこれからだ。いい動きをしているな。使わせてもらおう。助かった。 Oh, hey there man, what's going on? Yeah, I'm playing FPC. I am terribly sorry. I was not going to actually chat that time.駆逐してやる。どうだ。Let me get back to the swing.
It's a good game. It's fun for me. It's a mild strategy to it. It's not too hard, but it can fuck you up, guys. As I'm sure you've noticed, they're not always predictable. The other problem is it has a multiplayer aspect, but apparently it's broken as hell. You'll have super high-level Chinese or Japanese players jumping in and just wiping up the map and telling you to get in there. They got top-tier quality stuff, like this farming material. So I'm like, yay, that's awesome. Oh yeah, you definitely get the feel of the show. It's very addictive. It's not quite as freeform as you want to hope it would be. You'll notice, it's a lot more lockdown, try not to get captured and go for a strike. It could be a bit more surgical, go after limbs, get down. Some of them are a lot faster. I was just playing story mode, so I'm still playing as Aaron. You get to see the transforms into a Titan. My personal favorite is actually playing as the non-main characters, like Sasha. I play Sasha in the motherfucker. She has no special abilities. I don't care. Basic premise is, I'm sure you noticed on my screen, you get to watch your gas and you have to watch your blades out. They're obviously all going to come out of this show version of the weapons. I'm using a special one I made. There's like four or five special versions plus a joke one, which is the game deals I can see Levi using. Yeah, Levi and Mikasa are broken ass characters. Easy mode for me. It's like Levi can just do a Revicopter thing where he just spins around and fucks up stuff. Mikasa gets to get the same spot three times in a row. Come on, that's not fun. Let's go!
今度は人類の番だ。俺たちが巨人を食い尽くしてやる。大したものだが、少し無茶をしすぎじゃないのか。人類の力をなめんじゃねえ。無事に。くぅ。の。次の任務は。クソが。人類の底力を見せてやるぜ。装置の点検は十分だ。負けない。ち。精子を分けるのは。次は討伐数を稼ぐ。なんと。兄の捕獲作戦が決行された後、エルヴィン団長を含む調査兵団の主力は一方、調査兵団の他の兵士たちはウォールローゼ南部の拠点に駐屯していた。お前ら、すぐに支度しろ。え、今日は訓練は…ウォールローゼ内地に…え、それが本当なら、壁が破られ…兵団の主力はストヘス区から戻っていない。まずは現場に。それともう一つ、妙な気候種の目撃報告。妙って、あ、詳しいことはまだ何も分かっていない。巨人が村に。
まだ人が残ってるんだ。助けてくれ。手分けして村の住人を探そう。ここまで連れてくれば、なんとかなるだろう。頼むぞ。わかったぜ。みんな、村人を見つけたら演壇で知らせろ。どうだ。あれは救援要請か。目標地点まで連れて行こう。巨人を確認。複数体いるぞ。やってやる。
給物資を使って。急いで行かねえと。助かった。やってやる。
わせてもらおう。助かった。このでけえ怪獣が。変弾が村人が危ない。早く助けに行くぞ。助かった。あれは助けないとまずいですよ。使わせてもらおう。やってやる。巨人に追いつかれる。こっちさ。助かった。俺が巨人を引きつける。村人はお前たちに任せた。助かった。ミケ分隊長がおとりになったの。一人は無茶よ。ミケさんを信じろ。調査兵団でリヴァイ兵長に次ぐ実力者だぞ。やってやる。頼んだぞ。どうだ。分かった。当たりました。
俺はやれる。助かった。よし、十分時間は稼いだ。やってる。この村人を探すか。助けられるだけ助けたな。みんな、撤退の準備だ。どうだ、駆逐してやる。お前ら無事だったか。はい、なんとか。17メートル以上はある。巨人っていうか獣じゃねえか。あれか、王国にあった貴公子か。見て、こっちへ向かってくるよ。あれ、巨人が一斉に走り出した。くっつけて。まさか、あの貴公子の仕事が。このままたった人は追いつかれちまうぞ。貴公子を駆逐してやる。やった。離せ。助かりました。食い尽くしてやる。やった。分かった。やってやる。
縮してやる。何なのこの巨人。毛皮のせいで刃が通らない。巨人というより獣みたいなやつだし。そうだ、獣なら火が苦手かも。倒してやる。獣の巨人はどっか行っちまったみてえだな。貴公子が何を考えているかなんて。あいつは明らかに他の貴公子とは違ったと思うけど。ああ、でけえしケムクジャラだし。ただの貴公子じゃないとしたら